今回は、秘湯のロアバーナ2つ、田舎の学生、高見ちゃんの妹、都内のカラオケに行くことになった、という話を紹介します。ではどうぞ。昔から秘湯のロアバーナ2つ、なんてことわざがあるけど、今回は呪いについて話していこうと思う。小学生の時に、俺は母親をさ、人事件で亡くしている。事件は俗に言う強盗さ、人。キャバクラで遊ぶ金が足りないからといった、本当に自己中心的なさ、人だった。大切な人を失わされた恨みというのは、おそらく人間が抱える負の感情。恨みという言葉の中では最大であることを、当時小学生ながらに感じていた。犯人は、近くのコンビニの防犯カメラに映っていた映像から、足跡をたどり一週間後には逮捕された。さ、人犯は当然無期懲役を課せられたが、俺の恨みは晴れることはなかった。小学生、判決後は中学生の俺にとっては、母親というものの存在が大きすぎた。なんで母親を子、した人間が、ノウノウと生きているんだろう。なんで刑務所の中で生きていることを、許されているんだろう。許せない。絶対にあいつを生かしておいてはいけない。犯人も当然だが、あいつに生きることを許している、人間、法律、全部許せなかった。刑務所の中に入っている以上、自分が直接手を下すことはできない。なんとか間接的に、あいつをこ、す方法はないか考えた。毒、銃、なんて、中学生の俺には入手不可能な上に、刑務所内にいるあいつには届かない。呪いしかないと思った。いろんな呪いを試して、あいつが死ぬまで続けるんだ。そう決めた。それが悪かった。呪いのことを知る必要があった俺は、学校が終わった夕方、図書館に何度も通って調べた。呪いとは端的に言えば、怨念を乗せて呪文を唱え、時に物も使って、相手を不幸に陥れること。定番の藁人形から、海外の呪い、いろいろ調べた。たどり着いたのは、最魔音的法。呪いの中でも最も強いと言われる、最悪の呪いだった。やり方は以下の通り。1、白檀の木で筒を作る。2、筒の下に相手の名前を書く。3、相手に見立てた人形を不動明王像に踏ませる。4、踏ませた人形を筒に入れて像の前に置く。5、十八道法と呼ばれる行をする。6、人形を取り出し燃やす。簡単そうで難しい、当時中学生の俺には難しいと思える内容だった。それでも親を子、された恨みは強く、なんとかしてこの呪いを実践する必要があった。まず知る必要があったのは、白檀の入手方法、不動明王像の場所、十八道のやり方、だった。白檀に関しては調べていくうちに、竹筒でも問題ないことが分かったため、近所の山に落ちている乾いた竹を、ノコギリで切り取って頂戴した。人形を入れるために節を残して切り取ったが、人形を入れるために、節に穴を開けるのは苦労した。不動明王を見つけるのは案外簡単だった。不動明王が祀られているのは不動尊という寺。不動尊は調べてみると、そこら中にあることが分かった。幸いなことに近所の山に不動尊が存在しており、下見にも行ったが、小さい不動像と小さい祠があることを確認した。あなたも地図で不動尊と調べれば、どれほど身近な存在かわかるはずだ。問題は十八道法の実施方法だった。ここでは詳細な実施方法は省くが、とにかく複雑で手順の多い行法だった。簡単な流れを説明すると、明王様をお迎えするために身を清め、仏像の周りを清め、結界を張り、おもてなしをするという行である。真言宗の方は、知っている人も多いのではないだろうか。ここは、自分なりのアレンジを加えながら、実践することにした。これで準備は整った。人形は布と綿で簡易的な人形を作成した。俺は、いろいろな呪いを調べた結果、強い呪いには血を使うということを知っていた。この呪いで何としてもあいつを殺すために、本来家庭にはない、自分の血を使うことにした。昔から鼻が弱く、すぐ大量の鼻血が出る癖があったため、自分で鼻に指を突っ込み、爪で思いっきり引っかいた。案の定、すぐにボタボタと血が落ちてきてさらに血を溜めた。そこに人形を浸して血で染めた。自分でやっておきながら、ゾッとしたものを感じた。少し乾かしてから、竹筒に名前を書き、体を清めるためシャワーを浴びた。人目に触れないよう、次の日学校が休みの金曜日の深夜、親が寝たことを確認した1時頃に、不動明王像に自転車で向かった。これであいつを、せる。深夜に山へ行く怖さよりも、興奮とワクワクが止まらなかった。山は暗く持ってきた懐中電灯を持って、不動明王の祠へ向かう。参道なので自転車は入り口に置き、5分ほど山を登った。予定通り人形を不動明王像の足に強く押し付け、あいつをこ、してください。と強く言葉に出し、願う。
人形を筒の中に入れ、祠の中へ入れた。その後は、祠の周りを掃除して、塩を巻き、結界代わりの塩と酒を持った。お供え物を置き、10分ほど呪いをかけながら待った。山の中ということもあり、無音の中の風音、昨日とに少し恐怖を感じながらも強く願い続けた。そして人形を取り出し、祠の前でライターを使って燃やした。こうして俺の呪いは実践に成功した。最後に祠に一礼し、よろしくお願いします、と強く願い家に帰った。あとは犯人の死を待つだけだと、ドキドキとワクワクが混じった感情で眠りについた。特に何事もなく一週間が経過した。俺の体調に変化が現れた。まずは血便、血尿。夜、お腹周りに違和感があってトイレへ行き、流す前にトイレの中を見ると、血まみれになっており驚いた。特に強い痛みはなかったが父に報告したら、すぐに病院へ連れて行かれた。泌尿器科に行ったところ、尿検査、血液検査、スコープなども突っ込まれたが、結局原因不明で経過観察。しばらく血尿は続き病院に通ったが、結局1ヶ月ほどで血尿も止まり、やはり経過観察ということで一段落した。この時点で何か嫌な予感はしていた。続いて定番かもしれないが、交通事故にあった。学校は自転車で通っていたが、車がガードレールに向かって、俺を挟むようにして突っ込んできた。右足大腿骨骨折。左腕頭骨、鎖骨骨折。しまいにはうまくつかず、神経障害が残った。最後に夢を見るようになった。寝ていると無数の手に足を引っ張られて、ベッドから引きずり下ろされる。最初はそこで目が覚めていた。週2に、3回夢を見るようになった。3度ほど引きずられる夢を見てから、目が覚めなくなった。ベッドから引きずり下ろされた後、山のような場所にすごい勢いで引きずられていき、大きな穴のようなものが見える。その後大きな穴に向かって引きずられていき、穴に落ちる。深く落ちていく。今度はそこで目が覚める。みんなも、どこかから落下する夢を見たことがないだろうか？あんな夢を週に何度も見ることになる。異常だった。10回目ぐらいだろうか。穴に落下するところから夢を見るようになった。落下してから少し、明るい光が見えてくる。なんだと思っていると熱を感じた。火だった。火の中に落ち火に焼かれる。完全に地獄に落ちる夢だと思った。何度も夜中に火に焼かれて目が覚める。そんな日が何日も続いた。俺は後悔していた。これが呪いの反動であることは、なんとなく理解していた。呪いをかける前から、多少のリスクは覚悟していた。自分がひどい目に遭っても、犯人が死ぬのならそれでいい。そう思って呪いを実践した。なのに、犯人が刑務所で死んだというニュースも流れず、そんな連絡も一切入ってこない。夜寝るのが怖かった。何度も泣いた。お母さんに会いたかった。なんで自分がこんな目に遭わなくちゃいけないんだ。悪いのはあいつなのに。あいつが全部壊したのに。呪いが悪かったなら謝りますと、今度は神に何か祈ったりしていた。そんなある日、夢に母が出てきた。久しぶりの母の姿は当時のまま。嬉しく、そして寂しかった。俺は泣きながら母に近づこうとするが、なぜか動けない。母は悲しそうに笑いながら近づいてきて、俺を抱き寄せた。暑かった、火のように。その瞬間体が軽くなったことを覚えてる。そこで目が覚めると朝日が昇っていた。久しぶりのすっきりとした目覚めだった。そこからは夢を見ることもなくなった。お母さんが助けてくれたんだ、とすごく嬉しかった。亡くなってから2年目の、母の三回忌。母の墓参りへ行った。当家には先祖代々の墓があるが、生前に夫婦で一緒の墓に入りたい、なんて雑談をしていたらしく。大人になってから聞いたが、新しいお墓を作っていた。母の墓は建てて2年目にもかかわらず、他の墓と比べても黒ずみが激しく、何本か薄い亀裂が入っていた。父がお坊さんに聞いていた。気づくといきなり黒んできて、何度か洗わせてもらったが落ちず、汚れがどんどん強くなっているらしい。母は自分の代わりに地獄に落ちたんだ。そう思った。人を呪わば穴二つ。人を呪えば自分に跳ね返ってくる。だから墓穴を二つ用意しておく。そんな意味のことわざだ。俺は犯人への憎悪から、呪いに手を出し母を地獄へ落とした。みんなはどんなに辛いこと、悲しいこと、憎いことがあったとしても、呪いへ手を出すことは絶対にやめた方がいい。絶対に。これは僕が大学生だった時の話だ。田舎の学生といえば、基本車か原付で移動することが多く、僕も例に漏れず、ホンダの原付で大学やバイト先に出かけていた。時には田舎から都市部まで30キロくらい走ったり、それを越えて海まで行ったりもした。便利な足を初めて手にした僕は、どこへでも行けるような気がした。僕は家から10キロほど離れた、大型ショッピングモールの、
本屋兼雑貨店でバイトしていた。理由は二つ。自由な金が欲しかったのと、母親に迷惑をかけずに就職まで進むための資金稼ぎ。父親を中学生で亡くした僕は、少しでもそうした負担から母親を解放したい。いわば、早く自立した男として生きていく気持ちが強かった。田舎では仕事は少なく、給料も安い。近所の畑の学生バイトも季節によりけりだった。そこで少し遠方のところまで足を伸ばして、働くことにしたのだ。バイク乗りはみんな知っていると思うが、夏は暑く、冬は寒い。当然、夏は日焼けして真っ黒に、冬は帰ったらすぐに風呂に飛び込んだ。でもバイクに乗るのは気持ちが良かった。風を切って走る爽快感がそれに勝った。そんな気候に悩まされる時期の間、寒くも暑くもない6月にそれは起きた。バイト先のショッピングモールから出て、帰路に着いた僕は、いつも通り原付で帰っていた。日が長くなってきて、そろそろ帰りもサングラスをかけなきゃな、と考えながら夕方と夜の間くらいの街を走った。日がちょうど落ちるか落ちないかの時で、道中サングラスをかけていないことを後悔したが、走行中に取り出すのも面倒くさくてそのまま走った。幹線道路の車線変更をして、橋を渡っていたその時だった。日が強く当たり、視界を奪った。思わず目をつむったが、時速60キロで走行中で車も多く、無理やり目を開けた。視界は真っ白で、こんなことあるのか、と思った。しかし徐々に視界が戻ってきてほっとして、そのまま橋を降りる方向へ向かった。この橋が、実は昔から不思議だった。詳細は特定されるかもしれないからぼやかすけど、橋の途中で道路のある種別が変わる不思議な道路で、それゆえに地元住民からはある愛称で呼ばれていた。そういった不思議な道路で、事故も多かったのでいつも警戒していた道路だった。なんとなく事故が多いのは、太陽の光が入り込むタイミングとかなのかな、とか考えながら、橋を降りた。そこで違和感に気づいた。その橋を降りた先の道は、いつもすごく混む。それなのに一台も車がなかった。最初は、あれ?ラッキー、と思って走ったが、次の交差点でも、その次の交差点でも、車どころか人一人見つけられない。そのまま走って家に着いた。なんかおかしいような気がしたけど、道中見かける家の明かりはついているし、街灯も信号もついている。その光のみに支えられて、家に着くことができた。家に着いたら、母がいなかった。もうすでに辺りは真っ暗で、いつもなら母は帰っている時間。これはいよいよおかしいのでは?そう思って母に電話しようとして、携帯を取ろうとポケットに手を突っ込んだら、いつも入れてるポケットに携帯がない。あれ?と思ってバッグを見てもない。バイト先に忘れたか、それともこの家のどこかに置いたのを忘れただけか?と考えて、わからなくなったので、とりあえず自分の携帯にかけてみることにした。今は昔、家の固定電話があった時で、その固定電話から空で覚えてる、自分の携帯電話にかけて耳を澄ませた。どこからもバイブ音は聞こえない。どうやらバイト先に置いてきたみたいだな。とか考えながら受話器を置こうとした時に、不意に違和感を覚えて、受話器を耳に当てた。コール音が鳴っておらず、誰かが応答している気配があった。誰かに拾われて通話に出てくれたのか、それともバイト先の店長か、どちらかの可能性が高い。なんとかするべく話してみた。あのすいません。その携帯僕のなんですが、そちらはどなたですか?応答はない。僕は耳を澄ませて相手の出方を伺った。かすかに向こうの周囲の音が聞こえる。どこかの店らしく、BGM が流れている。クラシック調の音楽で、曲目が判別できるほどは聞こえなかった。しかしその後も電話は誰も喋らずで、僕は仕方なく受話器を置いた。その瞬間、電話が鳴った。固定電話の番号通知には母の名前。もしもし、どうしたん?こんな時間まで、どこいんの?と僕が話し出すと、母親の声が聞こえた。が、何と言っているかがわからない。なんか電波悪いみたい。聞こえる?もしもし、そう僕が言うと、母の方の声が次第に聞こえてきた。わ、大丈夫?え?なんて?そんな感じで答えていると、不意に地震のように地面が揺れ始めた。うわ、地震かも?そっちは大丈夫?と答えながらも、揺れは大きくなっていく。なんで?母の声は相変わらず聞こえにくい。地震の揺れが大きくなっていく中、このままじゃまずい。と思った僕は、母親に、ごめん、ちょっと机の下に行くわ。と言って切ろうとした時、母親の声が鮮明に聞こえた。何言ってるの?あんたトラックにはねられて、今救急車やろ。え?返事をした瞬間、僕の目の前には白衣の男性がいた。僕の右耳には受話器が当てられてて、僕はストレッチャーの上だった。窓を見ると街灯が素早く移動する。明らかに救急車の中だった。すべてを察して、僕は母親に言った。
えらいことになってしもた。ごめん。ほんますまん。そう、僕は途中でトラックと交錯して、事故を起こして気を失って、搬送されている最中だった。それまで見た風景は、多分夢かなんかなんだろう。そう思って目を閉じたら、そのまま気絶した。次に目を覚ましたのは、いわゆる集中治療室。自分の間近で鳴ったナースコールで目を覚ました。夜中に目を覚ますと、看護師がやってきて、安心させるような言葉をかけて去っていった。そこでまた気絶して、翌朝鏡を見て驚愕した。事故の影響でボコボコに腫れていた。医者は笑いながら、大体治るから大丈夫、と言葉をかけてくれたが、目の下の骨を折り、網膜も少し傷が入ったようで、経過観察と絶対安静を余儀なくされた。僕を見て母親と姉は泣いた。僕は本気で詫びた。その時初めて、自分の命が、自分だけのものではなかったことを知った。入院中はたくさんの人に支えられた。大手術もした。今では、そんなこともあったな、と思うが、当時は本当に大変だった。もう二度とこんなことになりたくない。そう思った。大学の開校期間中に復帰できた。単位もいくつか落としたが、周りの支えもあり、なんとかなった。そうして時は過ぎていった。僕は大学3回生になり、就活をしていた。就活は本当に大変だった。毎日いろいろなところに行っては、説明会に出たり、面接を受けたり、テストを受けたりしていた。順調に物事が進むようには思えなかった。そんな時のことだった。大阪、梅田の地下街を就活の合間に歩いていた。僕の就活の息抜きはラーメンで、いろいろな店を探しては食った。今回は担々麺。今もあるかどうかはわからないが、有名な泉の広場を抜けた先にある、本格担々麺の店に向かい、注文した。料理が出てくるのを待っていると、携帯が鳴った。僕は、先行の連絡かな?と思い、機器として通話ボタンを押した。その瞬間、口の中に誰かが手を突っ込んできたのかと思うほど、口が引きつり、喋れなくなった。なんでこんな時に、こんなことになるのか。持病も何もないのになぜ、と思いながら、耳を澄まして相手の声に集中した。後でかけ返せばなんとかなると思った。すると聞こえてきた声は意外なものだった。あのすいません。その携帯僕のなんですが、そちらはどなたですか?間違いなく僕の声だった。そして彼は電話を切った。その瞬間、僕の口は元に戻っていた。そんなバカな、間違い電話だろう、と思う僕に、担々麺が運ばれてきた。食べようとした瞬間、僕の耳に聞こえたのは、店内の BGM に使われていた。モーツァルトの、呪われし者を罰し、だった。子供の頃に体験した話。小5に進級した春、クラスメイトの高見ちゃんと同じ、図書委員になった。高見ちゃんは本好きな子で、休み時間はいつも何かを読んでいる。週に一度、高見ちゃんと放課後の図書室で作業する。貸し出しの受付をしたり、返却された本を棚に戻したりと結構忙しい。最初の頃は作業に必要な会話しかしなかったが、徐々に雑談を交わすようになった。好きな本や先生の話題、ゲームとか漫画の話といった他愛もないこと。中でも高見ちゃんが一番多くしたのは、妹の和美ちゃんの話だった。和美ちゃんは二つ下で、引っ込み思案だけれど、笑顔が可愛い明るい子だと言っていた。和美ちゃんは、高見ちゃんを笑わせるのが大好きらしく、いつも変なことを言ったり、驚かせたりして楽しませてくれるらしい。ただ体の具合が悪く、今は学校に通っていないそうだ。へえ、俺も一度高見ちゃんの妹に会ってみたいな。いつか家に来てね。ひろきくん、俺、もう絶対仲良くなれるから。夏休みが始まる直前くらいには、俺と高見ちゃんの距離はかなり縮まり、図書室以外でも会うようになった。ただ、他のクラスメイトにからかわれるのは嫌だったので、人目につかないところでしか会わない。放課後、図書委員のない日は学校の近くで待ち合わせて、一緒に帰るようになったし、夏休みには図書館へ行って宿題をやったし、プールや縁日にも行った。もう俺は高見ちゃんに夢中で、頭の中は高見ちゃんのことでいっぱいだった。まだ告白はしていなかったが、俺の行為は通じているだろうし、高見ちゃんも多分、俺のことが好きだったんだと思う。2学期に入ると隠れて文通するようになった。一冊のノートを使って1日1回、交互に手紙を書く。小5の男子なんて、バカが服着て歩いているようなものだから、俺はノートに随分くだらないことを書いた。ハマっている漫画やゲームの話、お気に入りの芸人のネタなんかも書いて、バカなりに、高見ちゃんを楽しませようと一生懸命だった。そんなバカげた手紙にも、高見ちゃんはいちいち返事を書いてくれる。けれど高見ちゃんが一番多く書いたのは、やはりかずみちゃんのことだった。今日はかずみとこんなことをして遊んだとか、
一緒にテレビを見ている時に、和美がこんなこと言って、おかしくてたまらなかったとか、俺はまだ会ったことのない和美ちゃんに、かすかな嫉妬心を抱くようになっていた。10月のある日、下校中に高見ちゃんが不意に、ひろきくん、これから家に来ない?と、聞いてきた。突然の誘いでも俺は反射的に、行くよ、と答えた。密かにライバル視していた和美ちゃんと会える。返事を聞いた高見ちゃんは嬉しそうに。よかった。今日、お母さん家にいないんだ。これでやっとひろきくんを紹介できる。と言った。その言葉は一瞬引っかかったが、深くは考えず高見ちゃんについて言った。高見ちゃんの家は母子家庭で、生まれた時からお父さんはいなかったそうだ。お母さんは夜の仕事をしているらしく、時々知らない男の人を家に連れてくるらしい。そんな時は、高見ちゃんと和美ちゃんは押し入れに入り、男の人が帰るまでじっとしていると言っていた。ひろきくん、ここが私の家。古いけど我慢してね。高見ちゃんの家は、一棟に4戸が入る平屋の文化住宅で、赤茶色い屋根瓦の汚れと、外壁にびっしり伝う雑草が、建物の年季を物語っている。間取りは 2DK で、玄関を開けるとそこがダイニングキッチン、その奥に二間が直列に続いている。真ん中の部屋に通された俺は、少し緊張しながらちゃぶ台に向かって正座した。ちょっと待っててね。和美を呼ぶから。そう言うと、高見ちゃんは襖を開けて、一番奥の部屋に入った。やだ。知らない人なんか会いたくない。襖の向こうから、高見ちゃんとは違う女の子の声がする。きっとこの声の主が和美ちゃんなのだろう。わがまま言わないでよ。せっかく来てもらったんだから。和美も絶対仲良くなれるよ。きっと私のこと怖がるよ。そんなことないって。奥の部屋との境には襖しかないから、声がよく聞こえる。二人はしばらく言い合っていたが、和美ちゃんが諦めたのか、小さな声で。わかった。と言った。ごめんね、ひろきくん。お待たせしちゃって。そう言いながら高見ちゃんは襖を開けた。その時俺は、あれ?と違和感を抱いた。開け放たれた向こうの部屋には、高見ちゃんしかいない。それでも何事もないように、高見ちゃんは俺のいる部屋に入ってきた。小さな箱を両手で大事そうに抱えて、箱は20センチ四方ぐらいの大きさで、パッと見だと高級メロンの化粧箱のようにも見える。少女雑誌の付録や、お菓子のおまけについてくる、可愛いシールで装飾されており、一目見ただけで、これが高見ちゃんにとって、大切な箱であることはわかる。高見ちゃんはちゃぶ台の上に箱を置くと、そっと蓋を開けた。箱は浅い底に蓋が覆いかぶさる、ケーキボックスのような構造で、開けただけで中身がすべて見える。俺は言葉を失った。箱の中身は人間の頭蓋骨だった。大きさから言っても大人のものではない。色は茶色く、表面は飴のようにツヤツヤしている。ひろきくん、妹の和美です。仲良くしてあげてね。高見ちゃんがそう言うと、頭蓋骨が俺の方を向いた、気がした。俺は硬直したまま何も言えずにいる。と、ガチャガチャという音とともに玄関ドアが開く。ドアの向こうには女の人が立っていた。その人が高見ちゃんのお母さんであることは、すぐわかった。あら、お友達呼んだの?高見、お母さんこれから。高見ちゃんのお母さんはそこまで言うと、靴も脱がずにいきなり部屋へ飛び込み、高見ちゃんの方を思いっきりビンタした。あんた何やってんの?何やったかわかってんの?凄まじい形相で叱りつけるお母さんにもひるまず、叩かれた方をかばいながら高見ちゃんは、だって、カズちゃんにもお友達作りたかったんだもん。と言い返し、大粒の涙をポロポロと流した。突如訪れた修羅場におろおろするだけの俺に、高見ちゃんのお母さんは、変なところ見せちゃってごめんなさいね。せっかく来てくれたみたいだけど、もう帰ってくれるかな?と、極力感情を押し込、した口調で言った。俺はかろうじて、は、はい、とだけ答えて高見ちゃんの家を出た。たった今起こった出来事の全てが理解できず、俺は下を向いたままとぼとぼと歩く。来た時には考えられないほど足が重い。このまま進めば地面に沈んでしまいそうだ。高見ちゃんの家を出て5分ほど経ったところで、誰かが追いかけてきた。それが高見ちゃんのお母さんであることは、すぐに分かった。全力で走ってきたせいか、俺に追いついたところで、高見ちゃんのお母さんはぜいぜいと息を吐き、両膝に手をついて呼吸を整える。本当にごめんなさいね。高見が変なもの見せちゃって。あの子ちょっと変わってて。先ほどとは打って変わって優しく話し始めた。仕事柄そうなのか、少し口調が甘ったるい。それで、ひろきくん、さっき見たことは誰にも喋らないでくれるかな?お父さんお母さんにもお友達にも。そう言うと高見ちゃんのお母さんは、俺の左手を両手で包んで何かを握らせた。は、はい。誰にも言いません。だからもう高見ちゃんをぶたないでください。俺は今言える精一杯の思いを、高見ちゃんのお母さんに伝えた。
ありがとうひろきくん。ひろきくんが内緒にしてくれれば大丈夫だから。これはおばちゃんと高見とひろきくんとの約束ね。そう言うと、高見ちゃんのお母さんは小指を立てて、俺の小指に絡ませた。安堵した様子で家に戻る、高見ちゃんのお母さんを見送り、その姿がドアの向こうに消えたところで俺は左拳を開く。高見ちゃんのお母さんが握らせたのは紙幣だった。額面は1万円。俺は慌ててズボンのポケットにしまい、周囲に誰もいないかを確認した。別に悪いことをしているわけではないが、正午が持つには分不相応な大金だ。思わぬ臨時収入に心が浮き立つ一方、俺はことの重大性をひしひしと感じ始めた。子供に渡す口止め料として1万円は高すぎる。つまりそれほど重い秘密なのだ、と。これは死ぬまで黙っていないといけない。高見ちゃんのためにも、と、その時はガキなりに決意した。翌日、高見ちゃんは普通に登校してきた。特に変わった様子はない。少しほっとした俺は下校時、いつも待ち合わせる場所で高見ちゃんを待った。ほどなくして高見ちゃんは来たが、俺の前では表情をこわばらせている。ごめんね、ひろきくん。もうひろきくんとお話できないんだ。じゃないとかずみと一緒にいられなくなるから。小刻みに体を震わせながらそれだけ言うと、高見ちゃんは背中を向けて、一度も振り返らずに俺から離れていった。小さくなる背中を見つめながら俺は、終わった、と巨大な喪失感に襲われた。結局高見ちゃんは俺ではなく、かずみちゃんを選んだのだ。あのドクロウ、数日後に高見ちゃんのお母さんが学校に来て、高見ちゃんは図書委員を辞めてしまった。卒業までクラスは同じだったけれど、あれ以来一言も口を聞いていない。中学は別々で、それ以降は消息が途絶えた。今でも時々ググっているが、高見ちゃんの行方は一切わからない。大人になった今ではあの出来事を、多重人格、とか、イマジナリーフレンド、とか、トリック、なんて言葉で、説明することはできるんだろうけど、あの日襖越しに聞いた二人の会話は、そんなものだとは到底思えない。確かにあの時、襖の向こうには高見ちゃんと、もう一人誰かがいた。だから襖が開いた時に、俺は違和感を抱いたんだ。俺の話はこれで終わり。もう20年も前の出来事で、ずっと誰かに聞いて欲しかったけれど、結局誰にも話せなかったからここに書いた。さすがに1万円分の口止めはしたと思う。最後まで読んでくれた人ありがとう。現在進行形で起きてる話です。初心者なので読みづらかったらすみません。カラオケで変なものを見てから、自宅で妙なことばっかり起きるんです。ことの発端は今年の2月末くらいに、友人が地方へ転勤になり、送別会という名の飲み会が開催されまして、その二次会で、都内のカラオケに行くことになったんです。多分1時過ぎくらいで、私はまあまあ酔ってました。カラオケに着くなり、急に催して一人でトイレに行ったんです。トイレに入ると手洗い場の前に、壁に背をつけて、暗めの髪色で髪長めの女性が、お腹を押さえながらうずくまっていました。飲みすぎたのか？女の子の日か？放っておいて大丈夫か？とかいろいろ考えたんですけど、さすがに無視はできなかったので声かけたんです。お姉さん大丈夫ですか？お水とかお持ちしますか？でも返事はなく、少し荒い呼吸が聞こえるだけだったので、返事をする余裕もないくらい苦しいのかと思い、店員さんを呼ぼうとしたんですが、尿意が限界近かったので、用足したら、店員さんお呼びしますね、と伝えました。この時女性に向かってかがんだのですが、タバコの匂いが少しきつかったです。そそくさ用を足して個室から出て、女性に目を向けると、うずくまってた女性は、壁に顔をピタッとつけて立っていて、でもただ顔を壁につけてるんではなくて、上半身をお辞儀するように曲げて、顔だけを壁にグリグリ押し付けてる感じ、かなり不気味な光景だったもので、関わっちゃいけないおかしい人だ、何されるかわかんない、と思い、怖すぎて、再度声をかける勇気はさすがになかったので、手も洗えず、逃げるように私はトイレを出ました。横切った時に女性は、うふ、あれ？うふ、ふ、あれ？とか言ってたんで、出てからはエレベーターまで脱出しました。私は霊感とかなくて、そういう体験も今まで全くなかったから、この時は、幽霊だ、とかは思いませんでした。普通に変な人だと思ってたんで、見た瞬間は密室だったのもあり、かなり怖かったんですけど、友人の元に戻ると怖さもほぼ消えていて、友人には、トイレにめっちゃ変な人いて、超怖かったー、とか軽く話しただけで、普通に飲んで朝方帰りました。その日あたりから、自宅でいろいろ妙なことが起きるようになって、今もずっと続いてる感じです。最初に起きた出来事が、カラオケの日から1週間経ってないくらいの時、私は自他ともに認めるブラコンで、よく弟と食事したり買い物したりするんですけど、
その日も弟と買い物をして、弟も休憩がてら一緒に支度に帰ることにしました。自宅に着いて洗面台に直行し、手を洗ってると、先に部屋に入った弟から、姉ちゃんタバコ吸うようになったの？と聞かれ、私は昔からかなりタバコが苦手で、それを弟も知ってるはずですし、もちろん吸ってないので、否定した後、なんでそんなことを聞くのか尋ねると、部屋、なんかタバコ臭いよ。って言うんですよ。びっくりして部屋に入ると、確かにちゃんとタバコ臭くて、でも部屋全体というか、ベッドの弟が腰掛けた周辺だけが、やけに匂うんです。でも匂いの発生源はどこだとか、なんでタバコの匂いがするんだとかは、その時あまり気にならなくて、それよりとりあえず、タバコの匂いが私には不快すぎて、換気してスプレーしまくって消臭しました。その後弟と、どこから匂いが入ってきたのかって、話になったんですけど、外から入ってきたんだろう、ってことで落ち着きました。それ以外思い当たることがなかったので、その後は、ほぼ些細なことばかりなんですが、玄関のライトのセンサーが反応して電気がつく。怖かったんで早々にセンサーは切りました。飼ってる犬がやたら洗面所に行きたがり、気になっていくと、お風呂嫌いで全然近づかなかったのに、お風呂場の方をずっと見てたり、お風呂場にいたり、私の家の間取り的に、ベッドの頭側の壁の向こうが、お風呂場なんですけど、ベッドで寝転がってると、お風呂場からごとごと物音がするんで、犬が悪さしてると思い、犬の名前を呼ぶと、足元の寝てると四角になってるところから、ひょっこり出てきたり、お風呂場からコンコンと壁を叩く音がして、夜起きてしまうこともしばしば、こういうことが不定期にずっと続いてて、なんか家にいるんだなって思うようになりました。今の自宅は住んでて数年経っていますが、こんなことは初めてですし、愛犬の寄稿も初めてなので、妙なことが起きるのは、カラオケで変な人見てからだなぁと、気づき始めた頃、カラオケのことも含めて友人に話すと、カラオケでついてきたもんが、部屋に入るやいなや、お前がスプレーとかするから、お風呂場に逃げたんじゃね、とか言うんです。霊って消臭スプレー嫌いなんですかね。最初は怖かったものの、数ヶ月この調子で、姿を見せてきたりとかは特にないので、今はもう怖いとかないですし、人間じゃなくて霊の仕業ならいっか、くらいの気持ちなのですが、このまま放置していたら、徐々に悪化してきたりするんでしょうか。というかこの、何か、の目的は何なんですかね。ちなみにタバコの匂いは、もうあの日以来してないので、もしかしたら、本当に外からなのかもしれないです。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。